こんばんは。たたさん、ありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。何作るか楽しみ。私料理配信でほとんど鍋ばっかりしか作ってないんですけど、今日もこちらです。毎度同じ赤からの元がを発見したので買いました。なんかね、一昨日はねなかったのよね。赤からの元がなんか切れちゃってて、からこちらを入れて、えのきは入ってます。そう、切れちゃってたけど見つけたので買いました。また毎回同じものを。こんばんは。同じものばかりやってるけど。いや、鍋しか今日疲れちゃって、本当に疲れちゃったんですけど、お仕事が。なんか自炊したくないんです、そういう日はね。けど頑張って自炊するっていう、偉くないですか。本当はもう料理したくないけど頑張って自炊をするんです。今お肉を入れてます。赤から鍋を作ります。本当に偉すぎるなぁとは思うけど、でもね、そんな夜もう遅くないかったから帰ってくるのも。でも今日朝4時半に起きて、今に至るからもう疲れてんだよ、体が。すごく悲鳴を上げているんですけど、頭とかが。で、なんかすごく寒かったのね。今日のお仕事現場がちょっと寒すぎて、なんかもう本当に体が冷え切っちゃってる状態なんですね。だからまあ鍋食べたいなと思って、一昨日もね作ったんだけど、一昨日はあくからなかったのでごま豆乳鍋を食べたっていう。えのき入れました。早いですよね、今日お仕事は早かったので。レタスですね。だいぶ偉いよね。赤から鍋です。赤から鍋の素を使ってお鍋です。料理配信はもう鍋しかほとんど作ってないね。本当に鍋ばっかりですいませんって感じだけど、結構リアルに鍋ばっかり作るのよ。
なに量が多いのね。レタスってめっちゃ量多く見えるんですけど、全然そんなことないんだよね。実は全く、そう、実は全くね、かさ増しされてるだけで全然大丈夫。え、格付け見てる？格付けやってんの？え、いいですね。レタスはちぎって入れちゃいます。辛いのね、いけますね、私。辛いのはいける。辛いのは大丈夫だね。水菜も入れます、水菜も。辛いのは、程よい辛さならいけるかな。という感じです。いつも野菜いっぱい。激辛無理だね。激辛ちょっと胃がおかしくなっちゃうので、普通に体調不良になる多分。胃がねやられちゃって、多分胃はねそんなになんか強いってほどでもないから、胃とか喉がやられちゃうから、激辛はなんか仕事に影響出るなと思って、食べたくないんだよ、なるべく。プライベートでは、仕事で食べてくださいとか言われたら食べますけど、そう。あ、大ちゃんありがとう。いや、激辛はね嫌です。普通に食べたくないかな、プライベートでは。今日は豆もやしも買ったので、美味しそう。初めて豆もやしを入れてみた。何分くらい煮詰める？何分だろう、わかんない。何分とか測ってはないけど、それはもう勘じゃないな、体感で体感でいきます。夜ご飯みんな食べたのかな、もう。お鍋ですね。ちょっと大葉とかも買ってみたから、なんか大葉、しそが私めっちゃ好きなんだよね。お寿司とかも
思想大葉があった方がいい。ネギもあります。さえちゃんが女で楽しみです。さえちゃん来ますよ、また。さえちゃん配信終わったのかな。さえちゃん配信終わってる。まだやってんのかな。やってるならちょっと伝言を頼めるけど。だね。ひろゆきありがとう。ああなるほど。少し時間をずらす。うん。そうですね。よいしょ。あ。ネギ。ネギ大好き。ネギって1個じゃ1本じゃ足りないぐらい足りないよね。普通にさえちゃんが今日のお仕事で買った野菜をね1個持ってきてくれるらしいんだけど、果たしてどうなんだろう。ネギ美味しいよね。こんばんは。私ね、計画性があるとかさ、よく話してるじゃないですか、配信で。で、計画性があるっていうところのメリットっていうか、いいところとしては、なんか、なんて言うんだろうな。例えば、何時ぐらいにお家にね、来てくれるとかがあったり、まあ、さやちゃんとかこうお仕事終わってくるってなった時に、ちょうど着くぐらいに料理も作り終えるみたいな、いつもそんな感じでできるわけですよ。あ、亀さんありがとう。1726。計画性があるっていうところにつながるかわかんないんだけど、結構その時間とか
逆算じゃないけど、どれぐらいにこれ料理してとかやるって、割となんかぴったり作っ、こう家に来た時にちょうど出来上がるみたいなことができちゃうんですよできちゃう系女子なんですよ。それポイント高くないですか？そう、意外とね、うん、できちゃいますよ、そういうこと。どう？仕事が帰ってきたらできてるみたいな、しっかりだよね、だよね。結構ポイント高いでしょ。そうそう、でもなんか時間分からなかったりすると難しいけど、大葉がいっぱい、ちょっと大葉とかもなんか今日トッピングでなんか好きな時に乗せようかな的な思って買ってみました。あ、いい香り。嫌いな人いますよね、苦手な方とかもいるよね多分。そうで、私は結構好きですね。あ、すごい13円も上がってる。あ、そう、今キャンペーン中なのでぜひなんか春のギフト持ってたらくださいアバター狙ってます。アバター制作狙ってる。こんばんは。なんかさ、本当にさ、4月が近づいてるっていうのにさ、もうもう暖かくなってもいいんじゃないかって思うんですけどね、全然暖かくならない。全く暖かくならない。なんか嫌ですね。寒かったもん、本当に。寒すぎよ。で、あ、私やりたいことがあって。ちょっと待ってね。ヨーグルトを買ったんです。なんかさ、水切りヨーグルトさ、まだ買ってなくて、メーカーヨーグルトメーカーを買ってなくて、なんか家にあるものなくできないかなと思って、ちょっとなんか水切りできそうなものを発見したので、これにこれを入れて、このクッキングペーパーをこうやるわけですよ。こうお皿にさ、そう、ここに、でそこでこすのよ、ヨーグルトをこすということで、なんかあ、できるわこれと思って、ワンちゃんちょっとやってみようと思います。だから今日ブルガリアの脂肪ゼロって書いてある。うんうん、いけるのかね。
土曜日初めましてです。ありがとう。あ、そう、おしゃべり会がもう少しですね。鍋に入れません。普通に水切りヨーグルトを作りたくて、今ちょっと隙間時間に。料理の隙間時間にやってみて。水切りをできるかな。ゴムで止めた。できるのでしょうか。多分ね、一晩とか明日になったらわかるかなって思います。 OK、 こんな感じでちょっと水を クッキングペーパーでこして、この中に今ヨーグルトがあって、水切りの容器にやってるので、そういいかもしれない、もしかしたらね、そうできるかもしれないし、できないかもしれない。どうしよう。濃くなる、なんかもったりして濃厚になる、そうそう濃厚になる。はい、ちょっと待って、シャーちゃんに LINE 返してきます。ちょっと待っててください。で、私何時からやってました、配信。30分経ったらさ終わりたいんですけど、誰かを30分何時からやってる、今何時、そして今時間がね見えない。今7時25、今7時25から、いや7時24からやってて55分頃。おお、オッケー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 。じゃあちょっとサイトに返してこい。オッケーオッケー。やばい、あ、自分の画面が見えない。今日はえらい止まるね。あ、止めてます私が。わざと止めてます。ちょっと LINE とか返しちゃってさやちゃんにちょっと LINE 返しちゃってます。すいません、今スマホでやってて、自分のスマホでやってて、返せないんですよ LINE が、止めないと。そう、いつも iPad でやってるんですけど、いつもショールーム止まることって普段なかなかないので、そういう時はなんか画面を止めてるとか思ってください。なかなか Wi-Fi の都合でとか通信環境に止まることあんまないので、画面が止まってるとか
何回もループしてる時は、なんか連絡が来た時とか電話が来た時とか、LINE 返してる時とか、なんか一回画面止めて鼻水噛んでるとかそう思ってください。なかなか回線が乱れるっていうこと、ネット環境で回線乱れることないです。はい、すいません。ちょっと今ね、さえちゃんがこれから来るんですけど、そうもうお家出ていいみたいな感じで連絡来ちゃったんですいません、返しました。こんばんは。今は50だから、こんばんは。そろそろ終わるかもしれない、そろそろ終わるかもしれません。ズッキーさんありがとう。もうほぼほぼ作り終わりました。私もミズナがね美味しいんですよ。お鍋はやっぱ水菜入れたらいいですよ。そう、水菜どんな味でも、キムチ鍋とかでも全然いいと思う。キムチ鍋とか他の味でも全然いいです。そう、私のポイントは水菜はね、最後ら辺に最後ら辺っていうか、もうギリギリに入れるのがポイントです。あんまりしなしなすぎると食感がなくなっちゃうので、結構ギリギリに入れた、出来上がる寸前に入れるのをおすすめします。でも白菜よりレタス美味しいよ。結構レタスとかキャベツも全然いい。白菜ちょっと臭いもいいけど、たまにはねキャベツとかレタスにしてもね意外と美味しいですよ。はい、ということで、レタスしてみてください。私たちのおすすめだよ。オッケーということで、水切りヨーグルトは明日どうなるのでしょうか。うん、明日どうなっているのでしょうか。報告します、明日報告します。水切りヨーグルトになってんのか明日ね、待っててください。ありがとうございます。では夜ご飯ができましたので、30分もしないうちにできちゃうんですよ鍋。すごくない？鍋だからね、そりゃすごくはないんですけど。あー、ズッキーさんありがとう。ポクペグさんもいっぱいありがとう。トッタンさん、マサキさんありがとう。 MK さんもありがとうございます。ウクエさん、タキさんありがとうね。ヒロキさんありがとう。ダイちゃんありがとう。ベイコーさんありがとう。皆さん、ノートさんありがとうございます。ギフトありがとう、みんな。ありがとうございました。では、チャットとかメールを送ります。じゃあ、ランキングを見ます。13位、ウゾムゾさん。誰ですか？ウゾムゾ？誰？12位デューストさん、11位もぐもぐさん、10位おかえさん、9位白川さん、8位なおさん、7位ズッキーさん、6位クロちゃん、5位のんたさん、4位カメさん、3位タータンさん、2位フクピグさん、1位ダイちゃん、ありがとう。誰ですか、うぞむぞ、名前変えたか、新規さんか誰だ。13位入ってるぞ。
なんで入ってるの、すごい新しい。お名前発見、ありがとうございます。皆様、夜、私もちょっともう疲れちゃったから、ご飯食べてね、ちょっとしっかり体を休めたいと思います。ではみんなありがとうございます。見てくれてありがとう、またねって、ありがとうね、ご飯食べてね、みんなもいっぱい食べるんだよ。バイバーイ、ありがとうございます。